ここは北海道の東、農業や酪農が盛んなこの町、帯広。ここはそんな帯広市にあるスポーツクラブジョイフィットゼロワンだ。広大なジムエリアや全6コースの大型プール、さらに2つのスタジオを有する。このクラブに電気と元気を届ける一人の男がいる。相沢優也。 EMS に魂を注いできた新年のトレーナー。このあと実際に EMS のセッションがあるので、その風景を覗いてみた。はい、それでは EMS 始めていきます。それではまず足踏みからお願いします。はい、はい、ではそれでトレーニングの方に移っていくんですけど、スクワットを行っていきます。足を肩幅に開いていただいて、はい、そのまま足上げていきます。はい、そうです。で、上がる、それをちょっと繰り返していきましょう。お腹にしっかりと力を入れていきましょう。呼吸も止めずにしっかりと呼吸していきます。的確な指示と絶妙な電流調整で円滑にセッションを進めていく。もっといける、もっといける。3、2、1、はい、お疲れ様です。本日のセッションも完璧に彼はこなした。いやー、まだ納得のいく EMS がまだ全然できてないですね。周りにすごいいい EMS だねって言われても、まだまだ自分できると思ってるんで、まあ、終わりのない旅みたいですね。まさにミスチルのような感じで。相沢は今までに多くのお客様を担当してきたが、まだ納得のいく EMS はできていないという。多くの時間を自分自身の勉強の時間にしている。そんな相沢に座右の銘を聞いてみた。まず EMS とはどういうものかというと、相沢は他のスタッフへの研修も怠らない。インプットしたことを自分の中で理解をしっかりと深めて、こう噛み砕いて、それをアウトプットすることで自分の理解をこう深めていく、まあ、日々欠かさず行っていることですね。
まあ、それをしっかりとこう聞いてくれる周りのスタッフにもそういう感謝しかないですね。相沢にとって最大の試練だ。電気に対して怖さを持っているお客様との初めてのセッションだ。やっぱり体に電気流すのは怖いですね。いや、本当不安でいっぱいです。相沢にとって試練のセッションが始まった。いつもより入念に案内を進めていく。電気が怖いお客様に対しコミュニケーションをしっかり取り、電気への恐怖をあったかく包み込む毛布に変えていく。いやー、優しくスタッフが寄り添ってやってくれたのですごい安心していきました。トレーニング時代は20分だけだったんですけど、4時間分の運動効果あるっていうのはすごい実感できました。いや、もう本当にいいですね。いやー、本当に一安心ですね。やっぱいろんなお客さんがいるので、同じトレーニングをしていてもダメっていうことも、ところがやっぱ EMS が少し難しいところがあるので、少しもちょっと緊張して、僕もね、一番最初だった電流がすごい怖かったので、ね、今だいぶ慣れましたけど、まあ、でも本当に優しくしてもらって、もうちょっとかっこよかったけれど、僕が歩いてきた日々と道のりを、最後にこんなことを聞いてみた。